寝るだけ、寝てるみたいな感じですかね。わかんないですけど、そんな気がしてます。 He just thinks that it's going to be a long sleep. 夢は、印象深い夢は、自殺する夢を見たことがあって、夢の中でこうなぜか銃を持ってて、それをどこだったっけな、ここかここか、ね、自分でまずボンを打って、でその後なぜか左膝にバーン打って、でまた頭打ったんだっけな、でうわーなって目の前にこう血がバー垂れてきて、一緒にいた友達が「おい大丈夫かよ」みたいな、タオル持ってきて「おい大丈夫かよ」寝てる時に起きて、すぐに「うわこの夢やべえ」その夢をそのまま歌った曲を作りましたね。自殺する夢っていう。もうお父さんが自分が小さい時に死んじゃったんですけど、それでお母さん側の名字になって千葉を名乗るようになったんですけど、でラップを始めるってなった時に、なんて名前にしようかなって思って、こうっていうのが元々の名字だし、こうでいいやって感じでこうなりました。めちゃくちゃその影響はあったと思います。あんま分かんないっすね、自覚はないっすね。その父さんが昔からいていきなりいなくなったっていうよりは、俺はもう記憶がなくて、もうずっとちっちゃい時からいないっていう感覚なんで、俺的にはそのいないのが普通だった。結果的にレアになったんですけど、サラリーマンになったりする人たちがなぜかいて、がサラリーマンになったりするのか、サラリーマンがいいんだって思ってサラリーマンになってる人がいるのかは分かんないですけど、俺は別に自分をレアだとは思ってなくて、でもそう。
頭ただやりたいことやってたら、やりたいことやったまま生きてこう遊んでいろいろやりたいことできてるのがレアだったって感じですね。絵はそれを目で見て、目で見たものが心にこれはこうなのか想像したりして、でまたなんか陶芸とかね、ものを見たときは。目、なんて言うんだろう、まあ、絵と同じような目とこう見る角度でもそれの感じ方が変わったりするのが全部違いますね。で全部手法は違うけど根本は同じな感じです。全部その自分の気持ちっていうか中から寝てるみたいな感じですかね。わかんないですけど、そんな気がしてます。どうも、どうすかね。どう思います。ポチッとさまです。